おはようございます。本日6月4日日曜日、霧もがみねで奥秩父山開き式をやるようなので、ちょっと行ってみたいと思います。毎年やってるみたいなんですが、行ったことがないんで今年ちょっと行ってみたいと思います。それでは早速出発します。この霧もがみねを目指して歩いていきます。雲取山登山口、こちらから歩いていきたいと思います。熊取までですか？山開き。11時から多分式が始まると思うんですけど、行かれるんですか？初めてじゃないんでしょ？僕は初めてです。あ、初めてなんですか？はい。現在いる場所の海抜が1200メートル、そして目指す霧もがみねの海抜が1532メートル。はい、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。山開き行かれるんですか？そうですね。こんにちは。こんにちは。すみません、ありがとうございます。こんにちは。いやー、着いた。おはようございます。おはようございます。どうも。こんにちは。ゴミはお持ち帰りの。ああ、はいはい、わかりました。はい、すみません、ありがとうございます。いただきます。一般で来たんですけど、書いた方がいいですか？はい、あ、すみません。じゃあ、まあ後ほど声かけますんで、はい、11時採点ここで開始なんで、山岳遭難は、過去最高の水準を記録しておりまして、それでは皆様、せーのと声をかけますので、マイクいただきますようお願いします。せーの、お願いします。この袋一袋分ぐらいまだ凝ってると思うんですよ。あ、そうですか。本当だ、こっちはちょっとあるんですね。あ、なるほど。すごい昔のですね。そうなんですよ、昔のものなんですよ。ここめっちゃあるわ。あ、そうですか。はい。ドラマやっぱ古いものなんで、はい、まあ、誰が悪いとかは特にないと思いますけど、時代ですよね、だから。そうですね。当たり前だったんですよね、聞いたポイっていうのは。缶はこれに入れるんですか？あ、そうですね。ガラスのやつたりするから気をつけてください。口触ってもいいですよね、正直。あ、こういう鉄の缶なんかは。はい、うん、一瞬プラスチックのゴミを買ってみた。ゴミじゃないですもんね、これは。そっちから行ける？行きます。ちょっと手を取って、やばいです。お、なんかめちゃくちゃおしゃれな缶が。中杯やないかい。
俺ら兄弟やん、ほぼ。ほぼ兄弟。どっちも山好きじゃん。お姉さん、お姉さん、そっち、そう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 。お姉さん、食べて捨ててが繰り返されてたらこうなっちゃうんだな。大体になったか、今回は。そうですね。じゃあ今年もこれで閉じちゃったのに出てきた。いいよ、ここ入れて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、OK。 それじゃあ失礼します。どうも。